皆さん、こんにちはですね。こんにちこんにちは。は。今日は2018年の5月の19日土曜日ですね。時間が午後の3時8分ということで、ここは須田さんが代表されている日本海賊テレビさんの東日本、東関東です。東神田かにあるスタジオから生放送ということで、我々4人がですね、常連メンバーで、第3土曜日、この時間3時5時に、去年の7月からやってるんですね。で、今日5月なんで、11回と、11回目ですね。ということです。草の根勉強会。で、今日のテーマはですね、第11回で、草の根じゃないや、根っこ勉強会。失礼しました。で、テーマは、回転、かっこつき、回転勢力の正体とその目的、その源流とは何なのかということです。ということで、いつものように、参加者の自己紹介、簡単にですね、須田さんからお願いします。日本海賊党代表の須澤と申します。もともと海賊党というのは、ヨーロッパのこのね、政党ですが、そちらのですね、日本の活動団体として活動しております。なおかつそのですね、活動の一環として日本海賊 TV をですね、ほとんど毎日のようにですね、いろんなコンテンツを提供しているということですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は山崎康彦と申します。自称ネットジャーナリストと自分で言ってまして、ブログはもう今年で11年目かな、満11年なんですね。そして、2012年の6月25日から、このワイワイニュースライブというもののネットテレビ放送を始めて、今年で6年ということで、徐々にですね、我々、一般庶民の最大の武器であるネットを使った、大手マスコミが決して取り上げない、話さない、伝えないということを中心に、ほぼ毎日ですね、放送していると。で、その放送のメインテーマを翌日、ブログ記事として配信しているということをしてますので、よろしくお願いします。天野元康と申します。金融からですね、お金の発行源から政治経済を研究しています。それをですね、ブログや動画や本などで発表しています。本日は日本のその回転勢力と、その背後にいる権力層ですね、その闇について語るということで、今日読んできたのはですね、こちらの長州の天皇不征伐、日本の悲劇はすべてここから始まった、太田龍さんが書いた、2005年に書いた本なんですけども、ここはですね、非常にその日本の歴史、明治維新の以降ですね、秘密結社によって、長州を中心とした秘密結社によって日本が、管理されてきたんだ。大日本帝国憲法も、現在の日本も、その支配体制の下で維持されているので、わけが分からなくなっているんだということを、かなり細かく、詳しく書いています。今日は、この本を、久しぶりにパラパラ読んだんで、そんなに詳しくは語れないかもしれないですけど、これは非常に参考になる本なので、よろしくお願いします。こんにちは、大津恵子と申します。理学療法士という、障害のある人たちの身体のですね、運動とか動きとか、体の健康を維持するためのことをサポートしたりしていく仕事を長年やってきております。で、障害者の人たちが普通にいろいろ問題があっても、その車椅子とか電動車椅子とか、さまざまな環境支援によって、普通の人と同じようにいろんなことができるという、そういう世の中を
まあ、目指していたんですけど、現実に日本の現実がその障害者の人たちがのびのびといろいろなことをやりだして、自分の能力を高めていくのに比べて日本人 の、 その自己決定権だとかそれから行動力というのがなかなか伸びていかないきっかけっていうのが何なのかということを最近ずっと考えてきております。そして特にあの戦前からの天皇制のもと明治維新以降ですね、天皇教とも言われるその天皇の摂氏であるという、一体化した自我構造から抜け出せない、そこにせっかく日本国憲法のもと基本的人権を得てものを自分で考えそして行動していけるというそういうチャンスが与えられているにもかかわらずその一歩踏み出すことができない、私たち日本人はどうしたら一歩踏み出せるのか、そこがなかなか草の根勉強会、家族勉強会といっても自分自身が家族勉強会 自体をそのちゃんときちんと展開できることなく政治のことは言うなというように子どもたちから今度言われるような始末になっておりまして、一体そこをクリアしていくのはどうしたらいいのか常に考えながら今最近過ごしております。ということで、今日のテーマですね、かっこつき改憲勢力の正体とその目的とはその源流とはということで、はい、最初にまあ私の方からちょっと問題提起みたいな形で、お話しさせていただくということで、で改憲というかっこつき改憲なんですよね。これは一つは安倍晋三が2度目の政権を取った2012年12月なんですけど、その年の4月にですね、自民党として日本国憲法改正草案というのを自民党として正式に決めたんですね。でその特徴というのはまさに、日本国憲法を亡き者にする。そして、1890年に伊藤博文がほぼ一人で出来上げた大日本帝国憲法をそのものに差し替えちゃうということなんですね。でこのことがなかなかかっこつき改憲という勢力の目的は一体何のかということをほとんど誰も語らないんですよね。それで、まあ、安倍晋三が言ってるのは、要するに戦後の民主主義、戦後のいわゆる日本の民主主義、あるいは国民主権等々、この日本国憲法っていうのは GHQ が作ったんだと、うん、日本人が主体的に作ったものではないと、だから改憲しなくちゃいけないと、こういうことを言ってるんですね。でも彼は、まあ、国会議員であり政治家であり首相ですよね。そうするとこの憲法第99条に全ての公務員、天皇、摂政、政治家、官僚、裁判官はこの憲法を尊重し擁護する義務があると99条に書いたんですね。だから花から安倍晋三っていうのはおよび、自民党っていうのは岸信介、CIA のエージェントであって、彼をトップにして、1955年に、自由党と民主党を保守合同させたのが GHQ なんですね。アメリカなんですね。で、なぜかというとアメリカが戦後の日本を 100% 植民地支配するための傀儡政党を作ったんですよ。保守合同によって そのトップに、自らアメリカ CIA のエージェントになって、日本の国益ではなくてアメリカの国益のために働くということを誓って除名され命を助けられ戦争犯罪を全て免罪免責され釈放された岸信介をトップにしたんですね。でその上に、
昭和天皇博士とも全ての戦争犯罪を 100% 免罪免責して、で彼のイメージを完全にチェンジしたと、侵略戦争の象徴である軍国元帥、昭和天皇が1年ぐらいでですね平和天皇になっちゃったんですね。そして、スマイル、微笑み、家族思い、学者天皇素晴らしく 100% のイメージチェンジをした昭和天皇博士を名前を変えた象徴天皇制という天皇制のトップに据えたと、うん、この2つの、大きな仕掛けによって、戦後の日本というのはずっと自民党政権がずっと続いてて、うん、で、行き着くところまで来ちゃったんですね今ね。そして最後 の仕上げとして、彼にとって一番の邪魔であった日本国憲法を亡き者にして、戦前の大日本帝国憲法に差し替えちゃうということが彼らの目的で、その日本国憲法が GHQ によって作られて、うん、でそれを亡き、それを変える時期に来たってことですよね。そうそうそう、日本国憲法は GHQ によって作られたんで、それはアメリカの意向であったわけですよね、作った当時は。でその後ずっとその憲法できて、でそろそろもうこの日本国憲法いらない、もう変えようかと、そうアメリカが思って、じゃあ日本も集団的自衛権で一緒にアメリカ軍と戦ってください、アメリカと一緒に侵略する国になりましょうっていうふうな要望をそろそろやろうと。そうすると憲法90点いらない。だからじゃあそれを、安倍自民党にやらせようっていう流れで今来てるってことですね。だからジャパンハンドラーズ の司令塔であるアミテージが、まあ、インタビューではっきり言ってるんですよね。憲法9条があるから、うん、我々の考えにその都度その都度反対勢力が9条を盾にして抵抗してきたと、うん、もうそろそろ安倍政権でこの9条を変える必要があると、それで安倍が9条を変えるということをはっきり言って、それはいいことだというふうにはっきりインタビューで言ってるんですよ、これね。だからアメリカ支配階級の意向として、つまり日本人、安倍自民党は日本人が独自に作らなきゃダメだって言ってるんだけども、それは実はアメリカに、その明治憲法もそうだし日本国憲法もそうだけど、また同じように外部勢力によって作られるものだっていう、矛盾してるんですよね彼ね。その流れが続いてる、自主独立、ね、アメリカ GHQ 支配、アメリカが作った憲法はダメで自主憲法をしようと言ってる、その自主憲法がアメリカの意向だったっていうのは一体どう説明するんですか、ね、だかそれはその戦後の保守勢力というのが愛国派を気取りながらアメリカに追従するっていう、その矛盾が出てるわけですよ。そのまさに非常にうまいやり方だと思うんです、日本を管理する上で。反米じゃなくて親米愛国っていうやり方で、反共を全面的に統一教会の勝共連合を中心にして打ち出して、で反共こそ愛国なんだ、アメリカと同盟をすることこそ愛国なんだっていう構図をまず作り上げるわけですよ、うん、でそれ対米従属を愛国のことにしてしまう。で愛国派というのはもう親米対米従属が前提なんだという中でこう進められている。日本のためにやることは本当はアメリカのためなんだけど、それは日本のためだって言ってやってかないといけないんで、そういう演出をしたってことですね。それをどれぐらい安倍晋三首相がその意識できてるか。できてるでしょ、だっておじいちゃんの代からもうCIA だ、関わってるわけだから、彼自身は確信犯だと思いますよ。だって彼はイギリスのエコノミスト誌で昨日 TPP 通過しましたけど、国会で。もう最初から私は TPP の最大の推進役だった。で、ISDS 条項は絶対やるべきだって、ヨーロッパとの交渉でも言ってるし、TPP でも一番強硬に主張したのは安倍首相なんです。日本政府なんです。で、ISDS っていうのは、主権を
立法の主権を企業に譲り渡すってことです。あれ事実上国際機関が裁判して司法あの企業の活動を侵害したような法律は違憲だ、それを変えろっていうふうに認めさせることだから、つまり自分のその国家主権というものが無効化して企業利権が主役になる、企業が国際裁判所というものを利用して、立法をすることを可能にしてしまうことを ISDS 条項を含んでいるわけです。それが一番危険なんだけど、それを最大に推進してきたのが安倍首相なんです。で自民党なんです。自民党がさその勝った時にそれは反対だというふうにあちこちに看板立ててますよね。そうですね、あの最初の選挙で絶対反対、最初の選挙ではそうですね、はい、だから確信犯です。確信犯ということはその信じてるってことで、そのどういう構造というか、いや嘘をついてるってことは分かってるってことです。それは分かってる。だから安倍晋三っていうのは、まあ、自分が尊敬する祖父の岸信介、うん、彼がやろうとしてできなかった日本国憲法の改正、うん、そして徴兵制の復活、これが私の歴史的使命であると、いうふうにいろんなところで言ってんだよね。そうですね、だから岸首相はやっぱ変えたかったんだと思いますよ。そうです。ただアメリカがそんなの今変えるな、今はお前たちはこの日本国憲法のままでいろっていうことで変えることはできない、でも今はアメリカ様からゴーサインが出ているので、じゃあ変えられそうだっていうことで頑張ってる。それでその自民党安倍晋三内閣自公ファスト内閣を後ろから支えている、強力に支えているのが日本会議とか、あるいは神社本庁とか、はい、靖国神社とか護国神社とか伊勢神宮とか、まだ保守勢力ですよね。でそれはさっき言ったこの太田龍さんの、はい、彼らの源流っていうのは明治維新まで遡るんですよね、うん、だから根っこが単に戦後始まったんじゃなくて、まさに、明治維新まで遡って、歴史が長いんですね。長いんですよ。150年ぐらいの歴史があるこの社会システムになってるわけです。 それでかっこつき改憲勢力が、いわゆる新聞なんか音声のチェックお願いしますってこう今出てましたよ。YouTube が妨害されている音声のチェックお願いします。YouTube？ 本当だ。アフターマッチさん。大丈夫ですか ？YouTube。はい、いわゆる桜井よし子なんかが立ち上げた国民投票に向けた、いわゆる国民を動員した署名活動があるんですね。美しい日本国憲法を作る会となんで、はい、で彼らが集めた賛同署名が1000万を超えたと言われています。それと護憲派が同時に3000万の賛同署名を集める目的で始めたのが1350万なんですよ。まあ同じぐらい、じゃあ拮抗してるんですね、はい。それでただ日本会議桜井よし子なんかの集めた1000万の署名の中身っていうのは、うん、この前暴露されたんですけど、例えば自衛隊の海友会っていうのがですね、17万人の自衛隊 OB を集めた、うん、組織が全国組織、うん、そこがタイアップして強力な署名活動をしたと、うん、でなぜかというとさっき言った2012年の自民党憲法改正草案の中には入ってなかったんですけど、途中から突然ですね、安倍が9条第2項に自衛隊を明記するとこういうふうに言い出したんですね。でそれをきっかけにして彼らは署名活動の中で自衛隊がこれほど活躍してるのに評価されないで、逆にけなされてるのは憲法に書かれてないからだと、憲法に書かれてればこんなことはなくて自衛隊は尊敬され、頑張れとこういうことになるんですよと、ですからあなたは憲法改正に賛成すべきですよという大キャンペーンを張ったんですよ。で1000万票っていうのはそういう背景があったんですね。なるほど。9条の自衛隊を自衛隊を明記しようか、そう自衛隊明記をしっかり認めようか、でそれ以前のね、うんうん、彼らの
回転賛同キャンペーンというのは、うんうん、今一だったんですよ。まあ、勢いなかったんで。あまりにもひどすぎた内容ですからね。拷問を絶対に廃止するという絶対をなくしたりとかね。あとは個人の尊厳というものをなくす。自衛隊さんありがとうキャンペーン。そう、自衛隊さんありがとうキャンペーン。それが非常に一般受けするわけです。一般受けしてます。で、このアイデアを出したっていうのが、日本会議のイデオロギーの伊藤哲夫っていうね、うん、彼です。で、2つ意味があって、1つは9条の中に、2項の中に、2項っていうのは、要するに、戦争のための兵器は持たないと、軍備を持たないとか、侵略戦争を放棄する、交戦権を認めないということを第2項そのままに置いて、プラス自衛隊の存在を明記するってことは、前段のいわゆる不戦とか、から戦争放棄とか等々を打ち消しちゃうんだよね、うん、そういう非常に効果があると、うん、いうことと、それから2つ目は今言ったように自衛隊ありがとうキャンペーンを 全国民を巻き込んでね、うん展開できるという非常に悪がしこい企みを伊藤哲夫っていうのがやってるんですよ、うん、彼はブレーンですからね、うん、安倍の。でそれ以前は美しい日本とかね、うん、美しい日本の抽象的なもので取り込んでいこうっていう、そうそうそう、よく意味は分からないけども何が何だか分かんないですよ。イメージ的なキャンペーン、日本美しい日本という、そう、まあ、そういう感性的なものに変えて、だから日本会議というのは日本会議国会議員懇談会というのでしょ、うん270自民党を含めて野党かっこつき偽装野党を含めて260名ぐらい集めてるんですね。それから地方議員も集めてるんですよ。日本会議地方議員懇談会っていうのは、それが1600名ぐらい集めてるんです。そしておそらく日本会議自衛隊懇談会っていうのを作ってるんですよ当然。そしてその中心的なコアのファシスト的な部分がこの前小西さんに、たまたまなんかマラソンその自衛隊員がしてて、うん、空爆の航空三佐っていうね、うんエリートらしいんですけど、そいつが小西、議員とたまたま偶然議員会館近くで遭遇して、で国民のお前は敵だとふざけんなって言って つかみかかんばかりの暴力的な対応を取ったということで彼が告発して、でこの航空自衛隊の三佐は訓戒処分なんですね、うん、処分じゃないんですよこれ訓戒で。おそらくその自衛隊のコアな部分っていうのは戦前の226の青年将校的ないわゆる、将来的にはクーデターをね、うんうん起こすほどのコアな部分がすでに自衛隊の中に存在していると、もうすでに存在していると、うん、という証拠だと思うんですね。それとそれから警察もいると思うんですよ。日本会議、うん、警察官懇談会というのがあるはず。まあ、うん、オウム真理教が自衛隊にすごい浸透してたぐらいなもんですから、そうそう、まあ要は日本会議系なんてものすごい浸透してるんでしょうね。そう、もうそれはある意味中枢を占めているのかもしれない。で、うん、警察の場合は警察友の会というのがあるじゃないですか、うん、一般の人たちを巻き込んだ、うん、おそらくそういう連中も動員してこの署名活動を行っていると、うんうん、だから彼らにとってはもう安倍がいなくなったらもうできないですから、安倍には絶対退陣させないと、うん、辞めさせないと、うん、それで、今年の秋、遅くとも来年の春までには国会の発議をする、うん、衆議院と参議院で来年、大丈夫です、大丈夫です、増倍なの、いや、僕になってこっちのこと見せてたと思います。あ、そうだ、声は入ってるなんです、声は入ってる、入ってます、はい、僕の場合はこのインジケーターが画面に出るので分かるんですよ。それで何ですか、そのスケジュール、来年の6月と春には
あの統一地方選挙のね、うんうん、そして6月か7月には参議院選挙のね、だからその前に彼らは衆議院と参議院で、改憲の国民、発議を通しちゃった、うん、そして来年の秋あるいは再来年、いわゆる東京オリンピックのあの騒ぎの中で国民党部をやっちゃう、愛国心が高まってる中でやってしまうと、愛国心を訴える、そういうスケジュールでもう確実に、うん、彼らは進んでると思う、うん、だからそれに対して我々は一体何を今すべきかと、うん、やっぱまずはそうですね、だからその日本会議などの勢力の源流というものをやっぱこう一つは捉えておくってことはすごい重要だし、そのじゃあなぜ日本が現在の状況になってるかっていう、やっぱり歴史をこう確認していく、そうするといろんなことが見えてくるかなと思うんですよね。だから日本国憲法も含めて明治憲法も含めて、実はこの日本が独自で作り出したものではなくて、より海外からの影響を強く受けてで作っておいて、今回も同じなんだというところでやっぱり考えていかない、で本当の日本人のための憲法というものはじゃあどういったものがあるかなということも含めて、考えて、うん、そこからいけるわけですよ、うん、でこの、まあ、長州の天皇征伐という日本の悲劇が全てここから始まったっていうね、まあ、太田龍さんの本なんですけども、なぜそのことが書かれていて、この本で 何が書いてあるのかというと、要は、明治天皇は実はすり替えられていたっていうことを書いてるんです。そうそう、孝明天皇が暗殺されて、で、睦仁親王も暗殺されて、その睦仁親王と大野忠相という長州の、田伏にいた人間が取り替えられて、で大室虎之助というのが明治天皇になったということをですね、あの、まあ、こちら日本の歴史の最大タブーです。最大タブーだから大室虎之助はあの下鴨神社っていうところの奉納相撲にあの騎兵隊の一員として名前があるっていう事実があるらしいんですね。で吉田松陰のまあ結構松陰のまあ結構可愛がられてた人で、虎之助っていう名前自体が吉田松陰の幼名をもらってるっていう風にどこかで、まあそれがだからね、本当なのかどうかっていうのは非常にこう意見が分かれるところだし、まだはっきりとした証拠っていうのは当然出てないわけですよ。なのであの私自身はまあその可能性は十分にあるとは思うけど、それは歴史学者たちがもう、まあ、在野の人たちも、まあ、この太田龍さんも在野だし、こういったものを研究してきた人はほとんど在野の人なんです。アカデミズムではこんなことは絶対言えないわけだからね。を含めてやっぱりしっかりと立証を積み重ねていく、でより確かな全体像というのを作っていくべきだなとは思うんですけど、私はねあの一番ここで言いたいのは、要はそれは明治天皇がすり替えられていたかどうかというのは、じゃあそこは保留にしておくとしてもですよ、本当にそれが絶対確実な明確な証拠があるかって言われるとやはりないわけです。基本的には証言で、この本も証言で出してるわけですよね。こういったあのアーネスト佐藤が、そういうふうに言ってるとか、状況証拠の積み重ねでおそらくそうだろうっていうことを言ってる、私名前はちょっとあれだったんだけど、明治維新の時のあの割と幹部だった方が、うん、明治の後半で亡くなる時に、うん、あの明治天皇の話を実際に、うん、名前ちょっとすいません今出てこないんだけど、うん、実際にその中心だった、ね、人の一人が、うん、その実際に話してるんですよっていうふうに言ってるっていうことは書いてあるところでしょ、どっかの文章が。そうそう、うん、だからそれはだからその人が出してる自伝とかそういったものに書いてあるわけじゃないじゃないですか。例えば岩倉朋美とかが起動をしたかとかがこう自分の自伝の中に書いたとか、そういうことではなく、そういうことを聞いたっていうことを人が書いてるわけでしょ。そういう人がそういうことを言ってた。ページは思い出すんですけど、名前とかちょっとすいません今日。いやだから一番いいのは、いやだからね、僕が言いたいのは、まあ確かにそういういろいろ諸説はあるんだけども、言えるのは
このまさにじゃあその明治維新とは何だったのかというと、イギリスの支援によって作られたんですよ。その長州がイギリスによって支援されてね。で、伊藤博文も含めて、ね、彼らはロンドン留学してるわけさ、あの時代に、ね、密航して。で、そこでイギリスと密航まあそうですね、政府の側から言ったら密航です。あの岩倉具視と井上はじめが、9人、5人行った中の2人は長州と英国が戦争して下関で戦争がありましたので、うん、その後2人は早急に帰ってきてるんですよ。うん、でその当時薩摩の方も17名ほど行ってて、向こうで合流する機会もあったんですね。で3名は残ったんです。で長州と薩摩の背後にイギリスがいた、 そしてあのグラーバーなどを通じて武器を買っていたと。これは歴史的な事実です。いや、その今申し上げたいことは、井上はじめとその伊藤博文が、途中で帰ってきてるんですね。でその帰ってきた2人があのかなりコアなところで、うん、ずっとその後のね、うん、あの明治政府の中心になっていくっていうところで、で伊藤博文はかなり中心なんですよ。で井上の方は上級武士の出身で、あのどちらかというとサポートに入ってるっていうふうに頭の中では整理しておりますけど、ね、まあ、私はだからその仮説として今の話は仮説じゃないです。いや仮説としてね、あのいや今の事実、今のはいいんですけど、その仮説としてその日本に秘密結社が作られた時はどういう時なのかというと、やはり明治維新が始まる時だと思ってます。今のその支配システムのね。じゃあその秘密結社というのはどういう形で作られるかというと、秘密を共有することによって作られるわけですよ。秘密と利益を共有することによって、じゃあその日本の中枢権力中枢の秘密結社というのはどういった秘密を持っているのかというと、やはり一つはその天皇というものをすり替えた、そういったものを秘密を共有する組織をそこでイギリスを中心に作らせた可能性は高い。を暗殺し、その嫡子だった睦子と親王、明治天皇に即位した彼も殺して大物虎之助にすり替えたと、すり替えたということの客観的なね、うん、証拠はあるとすれば DNA 鑑定するんです。 DNA 鑑定すればいいんだけど、それはやらないですよ。いやだから日本のね、いわゆる古代の天皇陵っていうのは学術的な調査も禁止じゃないですか、すべ、うん、て、闇の中と、うん、本来だったら孔明天皇の遺骸っていうのはあるわけですよね。だから明治天皇の遺骸もあるわけでしょ。から昭和天皇の遺骸もあると。そして現在の昭仁天皇、それはやらないですよ。だからいやだから、うん、本来まともな政府、国民主体の政府だったらそういうね重大なタブーが語られてるということの客観的な証拠として、歴代天皇のいわゆる、DNA の鑑定を実施するというふうにすべきなんですね、本来は。まあ、とりあえずですね、あの絶対しないと思いますけどね、今の政権は。長州藩で、なぜ長州藩がその後の明治維新の以降のその日本政府というものを作り上げてきた中心勢力だとして、でその長州藩というのはどういうものなのかということを、まあ、この長州の天皇征伐で書いてあるんですけど、こう書いてありますね。上人中人下人の忍者体制を中核とする異様な長州藩。上人というのはあの上の忍者の忍、そうそう、ね、中人下人ですね。こういう忍者体制だったっていうことなんですね、長州というのは。いわゆる明治維新の絶対的勝者は長州であることが疑いもなく納得できる。そしてその長州の圧倒的勝利を象徴する人物が伊藤博文なのである。伊藤博文の中に次の突出した10項目の要素がつぶさに目に入る。長州藩には徳川家約300の藩のどれとも異なるいくつかの特徴が存在するが、その最たるものは異常に発達した忍者体制であろうって言ってるわけですね。忍者体制が長州藩の最大の特徴である。この忍者には鹿島昇説によれば、この鹿島昇さんというのはその天皇家がすり替えられた、大物虎之助がすり替えられた、睦仁親王とすり替えられたということをかなり、細かく書いた人なんですけども、でその説によれば上人中人下人と3階級ありと、長州にはですね。
伊藤は芸人階級出身とされる。吉田松陰の、でもう一つは吉田松陰の松下村塾の、門下の一人である。であと長崎グラバー邸の下僕だった、ね、ここでつながりがあるわけです。いや判明により幕末英国ロンドンに留学した。しかしこのロンドン行きはグラバーの手配によるとされる。でつまりグラバー、長崎、サッスーン、上海、ロスチャイルド帝国の線で伊藤はイルミナティ世界権力が日本に配置したエージェント手下に過ぎない。そこにこそ伊藤の権力の源泉根源があった。伊藤博文は長州の下人階級だった。そうです。つまりかなり低い階級ですね、封建制の社会。でもその伊藤博文がなぜ4代も総理大臣を務めることができたのか、明治維新の中心に明治憲法まで作成することができたのかというと、そのイルミナティ世界権力が日本に配置したエージェントだったから。それは一番納得できることですから。エージェントとして孔明天皇を、まあ、彼が暗殺したという仮説で言えば、そのまさに暗殺の張本人であるっていうことが、はい、彼自身をあそこまで押し上げたんだと私は思ってます。それもこう書いて、まあ、この伊藤博文の10個の要素の中で次ですね。慶応2年1866年12月25日孔明天皇刺虐事件の実行隊長とされる。伊藤博文がですね、大田寺さん書く。で孔明天皇の皇太子睦仁親王が即位して新天皇に、そしてこの睦仁親王も刺虐した、殺したって書いてある伊藤博文が。で慶応3年1867年秋、長州から大室虎之助を連れてきて天皇にすり替える。この2つの事件の実行隊長格が伊藤博文だったって書いてある。そうです。で伊藤の上に桂小五郎がいたんです、うん、この桂木戸隆ですね。この桂小五郎は長州藩の忍者体制では中任とされる。中任だね。だから伊藤博文より一つ上だったっていうことです。でも中任でもね、そんな主要な当時の封建制の中で入る主要なものになるのはやはり何かの外部的な支援があったと考えるのが普通で、やはりこの伊藤長州藩っていうのは忍者体制だから、もしもその藩主が、はい、意に反するようなことをやると暗殺してるんだ、ね、そう暗殺してる。だから天皇を忍者暗殺するっていうのを彼にとっては別に諜報機関が権力持ってたってことですよね。 CIA が権力持ってる。ケネディ殺したのと一緒で、気に食わない君主を合法的に殺しちゃうっていうね。まああのロシアの場合は諜報機関のトップであったプーチンがあの国家を今運営しているんで、あれはそれはあの一致してるわけですね、諜報機関と権力っていうのはね。ただこれは諜報機関が裏で操作するっていう、アメリカの支配体制がそうですよね、あのトランプよりも。だからにあの大日本帝国憲法があれほどね、天皇をちょっといいですか、まだ話祭り上げて、いいですか。いや大体わかりますけど、いやいや、まだいいよいいよ。この桂小五郎が明治になって木戸孝允と改名した動機はわからない。しかしいずれにしてもこの上官の桂イコール木戸も西南戦争中に病を重くやがて死去すると、その後伊藤は長州閥の頂点に立ち、前出のごとく大久保も片付ける。大久保暗殺されてますからね、あの薩摩藩のトップだと大久保がで殺されちゃう。長州のみならず、かつての長州藩下人階級の伊藤は日本の頂点に立つことになる。もう一つ最後ですね。長州藩は南北朝時代、南朝の皇子光永親王の血統大室家、現在山口県久保家郡田伏町の存在を利用して一大博打に打って出た、こんなことは長州藩以外のには無双すらできない。上人、中人、下人の忍者体制を中核とする異様な長州藩によってのみそれがあり得たのであるというふうに書いてあります。木戸孝允の名前が出てきたので、はい、木戸孝允の発案で靖国神社、東京昇魂神社、明治2年ですね。で靖国神社に改名したのが多分10年後なんですけど、今の靖国神社の源流は木戸孝允の発案であるというふうに覚えてます。はい、はい、あれ昇魂人、昇魂者っていうんですよね。いわゆる明治維新の時に命を落とした、うん、いわゆる反幕勢力の戦士の魂を、うん、祭るという意味で、うん、
下関昇魂社っていうのが一番最初であるかな、うん、だから2番目が田伏昇魂社で、そこには全部一人一人石柱っていうのが立ってるんですよ。で3つ目がいわゆる東京昇魂社っていう今の靖国神社だけど、うん、200万の魂を祀ってあるって言うんだけど、柱ないじゃん、うん、単なるあれでしょ、名簿だけでしょ、あれこそインチキなんですよね。でアメリカの例えば戦没のアリントン墓地なんていうのは一人一人石柱立ってるわけでしょ、うん、そして遺骸もあるわけでね。でも日本のいわゆる靖国神社っていうのは200数十万人の霊を祀ってあるって言っても、200数十万のさ石柱が立ってるかっていうのは何も立ってないですよ。あれは完全にでっち上がるですよ。まあそれは別にしてね、まあ、で最後いいですか、うん、でさっきから言ってる秘密結社の始まりなんですけど、日本の政治というものが秘密結社によって管理されてるっていうの、これこういうことなんです、大室虎之助イコール明治天皇すり替え工作を隠蔽するために長州黒手組という秘密結社が存在しており、田伏町出身の岸佐藤の兄弟は大室なんていうんですかね、これ、大室なんとかさんの証言によれば、ちょっと読めないですけど、実は差別をこととする秘密結社長州黒手組の所属メンバーであった、鹿島昇裏切られた3人の天皇414から38の414の38行ですね、はい、というまあそういうそこが秘密結社の始まりで、そこが管理するようになったんで、日本の歴史というのはそれ以後明治維新以降秘密結社によって作られるようになったっていうふうに説を唱えてるわけです。この明治天皇をすり替えた長州そこが黒手組長州黒手組という秘密結社が、はいはい、黒い手の組、あこれは初めて聞いた、ね、で当然あれですよね、こうあと書いてありますね、これをやっぱ調べた人がいて、その明治天皇すり替え説をですね、で渡辺平左衛門という、人が徳川慶喜の命を受けて孔明天皇暗殺の犯人を調べ、その犯人は伊藤博文岩倉具視であることを突き止めたという、そのため明治に入ってから伊藤に命を狙われたとあるということがここに書いてあります。コメント面白いコメントが入ってますね。石森さんから、天皇陵とされてきた古墳も現在では天皇の墓ではないというのが通説、あの仁徳の墓とされてきた古墳もただの豪族の墓らしいと、うん、要するに学術調査できないから、うん、謎のままなんですね、うん、それから昇魂社とは、シカゴさん、東京昇魂社は1879年に明治天皇の命令により靖国神社と改称、地方の昇魂社は1939年五国神社と改称、庶民は五国神社よりこちらという、全国に五国神社ってあるんですよね、うんうん、あの明治天皇、あの睦仁親王には奥さんがいたんです。で奥さんがじゃあなんで言わないのかっていう話ですね。明治天皇とまだ15、6歳で、そうそう奥さんもいたんだけど、その人は違う、こうもしもその奥様がね、こう巫女姫っていうのかな、がそのような告発をしたと仮定する、うん、その場合には孔明天皇親子を侵略した長州岩倉の一味は直ちに巫女姫を幽閉殺害して領主と白を切るであろう、しかし現実にはそんなことは生じなかった。一条旗もそして皇太子睦仁親王の聖母中山慶子の実家中山大納家も、うん、岩倉長州一味の大虐罪を告発することなく沈黙を守り通した、うん、つまり一身の安全を優先させて孔明天皇親子の侵略と大室虎之助すり替え犯罪事件の事後共犯者となる道を選んだのであるということで、うんうんうん、そこで黒手百人長州黒手組というだからその、秘密結社暗殺部隊がやっぱり恐ろしいっていう話に、うんなるであろうっていう話です、うん、黒手組は私初めて聞きました。でそれが現在まで続いているだろうっていうふうに言ってるわけですよ、ここでは。だからその、うんうん、そのいや要は、まあ、もともとだから忍者っていうのは暗殺部隊、諜報部隊ですよね。でそれによってその伊藤博文と桂小五郎が作ったわけです、政権を。
で 大久保とかの政敵もやっぱ殺していくっていうようなことをやってる、うん、でその体制が続い、その秘密結社の体制、そして、うん、その秘密結社を暴露しようとする人たちを、まあ、殺していくような体制というのをこう作った、うん、それはじゃあその体制はいつだ何をモデルにしたのかというと、イギリスが関与して作らせた、でイギリスのフリーメイソン、そうそうそう、ユルミナティ、ユダヤの国際銀行家の諜報機関、秘密結社の流れの中で作られたものである。フランス革命の十何年か前に、可能性は高い、ま、マイヤー・ロシュタルドが集めて、それでその時にやっぱり反対してる人たちはその速やかに殺していくっていうね、うん、そういう恐ろしい組織の話をしてますよね、うんうん、だからそれと共通項を感じますね。それをモデルにしたというか、それにそうや、それをモデルにして作られた、それ日本に移植された、うん、そこから、うん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 、その資本主義も民主主義も取り入れたけども、秘密結社によって資本主義と民主主義が管理されていくという欧米のシステムが導入されたってこと。しばらく前に安倍義弘さんの反ロシタルト同盟に右翼系の方がね、はい、参加してかなり散々意見を言った方がいたんですよね、はい、でその人の話の中に、まあ、彼はうん、明治維新のその功労者の人たちが作ってるなんとか会っていう会があって、うん、でその会が今でも続いてて、しっかりとして、その功労者の人たちを祖先に持ってる人たちや、うん、やはり伊藤家なら伊藤家の人とか、うん、そういう関係でね、その人たちがまたトップになるという、うん、そういう何て言ったかなんか会があるんですよ。そういう秘密結社がある。秘密結社ではないけども、うん、会がある。会があるということを言ってましたね。だから僕らの戦後の体制っていうのは、1945年8月15日の敗戦によって戦前からは分断されて、新しい戦後の政治なり社会ができたんだっていう前提でさ、全て回ってんだけど、実はそうじゃない、続いてんだと。で例えば天皇の第125代とかね、それは明治以前のもう神代の時代からずっとついてるわけでしょ、今も、うん、今の天皇125代かなんかでしょ、うん、それとあと衆議院の選挙やるじゃない、うん、それも第146回とかさ、あれも明治時代の第1回総選挙から延々と続いてる回数でやってるんだよ。それから日本国憲法も僕は何回も言ってるように、基本構造っていうのは第二の帝国憲法と同じなんだよね、うん、第一章に天皇規定が入っちゃったんですよ、うんうん、普通だったら完全に過去の第二の帝国憲法を否定して新しい日本国憲法を作るんだったら、うん、第一条にさ天皇条項なんか絶対来ないでしょ、うん、国民主権とか民主主義とか反戦平和とか、うん、そういうのが最初に来るはずじゃないですか。それが全く同じ。それで第一条にね、うん、天皇は日本国の象徴であり、日本国国民の象徴であって、この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくと書いてあるんですよ、うん、と一見さ民主的なこと、日本国民、国民が主権を持ってて、その総意に基づいて天皇の地位はあるんだよって書いたんだけど、でも実際はさ天皇のいわゆる男子直系の長男が次、自動的に天皇になると、うん、いうことでしょ。だから今は皇太子が来年4月1日に、昭仁天皇が生前退位した後、今の天皇皇太子が天皇になるっていうのは誰も異議を差し合わせないじゃないですか。本来だったら国民投票なんかしてさ、国民の総意であるかどうかを問うべきじゃないですか。これだったらそうでしょ、まあ、そうじゃない、選挙できるそうだよ。ということは、まあ、天皇を ね、 選挙で選ぶっていうことなんですよ、この 第一章の本当の意味で言えば、本当の意味は。誰も言ってないですよね、国民。誰も言わないじゃない。だって
この地位は天皇の地位は主権の損する国民の総意に基づくと。いや、それは多分だから政権が決めることで、その政権は自民党政権が今やってて、じゃあということで多分彼らは言うと思いますよ。だからつまり政治が国民に選ばれてんだから、その政治の元での今現憲法が運営されてるんですよ。そういう意味で国民の総意に基づくんだっていう言い方になると思う。まあとりあえずだから話がね、いやだから、ちょっと須澤さん、今までの長い話聞いててどう思いますか？ちょっと世間の話、いわゆる常識で考えてる世界観とはね、全然違う話をしてると思うんですけど、普通の新聞とか雑誌とかで、あと歴史で学ぶ話ですよね、日本史の学校でありますとか、全然違う話ですよね。そこら辺は須澤さんは聞いてて、いや私は、いや確かにその多部制システムの話だとかね、手組みは初めてですね。でそういった話は特にこちらの方でね、何度も聞いてますけども、実際ね、そういったことがその例えば NHK のね、番組でやるかって絶対やらないし、どこにもそういうのないんでね、ちょっとそのちんぷんかんぷんという感じですよね。ただまあ、そうは言ってもですね、確かにあの多部制システムのようにですね、本当に一箇所にね、もう誰もかも集中しちゃってると、こういったのは絶対異常だし、何かあんなってことは分かりますけども、それはまだね、一般の学者の人も何も言わないし、ちょっと分からないなというのは正直なことですね。一般の学者の人が言うってことはありえないですよ。ですよね、もう全部システムの中に入っていて、暗殺システムがもし最初からね作られていたとすれば、これはヨーロッパと同じですよね。ただね、まあ、日本の学者はですね言わなくてもね、外国の学者でそういった研究をする人とかいないのかなと思うんですけど、それもないですもんね。外国の学者で多部制システムについて語っている人はいないですよ。ただこのアーネスト・サトウという人が孔明天皇の暗殺については言ってるんですよ。あの日本の外交官だった、将軍家茂と孔明天皇暗殺っていうことで、幕末英国公使パークスの下で通訳官をしていたアーネスト・サトウ、1843年から1929年の記録を引用している。で佐藤は、兵庫湾に、プリンセスロイヤル号の艦上で日本の貿易商人数名と会い、天皇の崩御が公表されたばかりだと聞いた。そこで、天皇は暗殺されたんだろうということを言ってるということですね。で一外交官の見た明治維新、アーネスト佐藤著として翻訳本が出てると。その確か前新聞にもね、連載で出てましたよね。そうそうそう、アーネスト・サトウの指揮機はね。そうそうそう。で、アーネスト・サトウの芸文原著は1921年の出版ロンドンである。つまり著者晩年の著作であり、孔明天皇侵略事件の54年後にあたる。日本に不都合なことも含めてあまりにも詳細にわたっているので、戦前には禁書とされていたことである。アーネスト・サトウの、あの日本の通訳の人ですね。そこにやはりそういうことが書いてある。イギリスの外交官、イギリスの外交官でロンドンで出したってことですね。だから出せ、最後は公使まで出世したんだ。そう、明治天皇に会ってますよね。そうそう、会ってた。だから外国のその外交、そこではやっぱできなかった。ただ日本国内では禁書にしてたってことですよね、アーネスト・サトウ。ただその孔明天皇の暗殺ってことに関しては、結構これは歴史学者でもいう人は数名いるんですよ。山岡宗八とかそういう有名な文学者も書いてるわけですよね、それについて、ね、ただ睦仁親王の、さらにその子供の睦仁親王の暗殺と、それが明治天皇にすり替え、大室ドランス系ですり替えられたっていうことを言う学者いないです。睦仁天皇に奥さんがいたとしたら、いたんです。お子さんはいなかった。いないでしょ、まだ10、そう、若い時だからまで。すぐ殺されちゃったんだ。それで睦仁親王の、写真というのがあるんだよね。あと安住庫も行ってるんですよね。すみません、安住庫。安住庫も行ってる。安住庫も行ってるんですよ。伊藤博文が暗殺した安住庫。なんで安住庫が知ってるかわかんないけど、安住庫は、彼素晴らしい人間だよ。伊藤博文が、孔明を殺した理由っていうのは、睦仁親王を殺したからだっていうことを、裁判で言ったんだけど、それは、もう裁判官がもうそれ以上言うなって言って禁止したんですよ。安住君は言ってるんですよ。
どっかだから彼はその六人親王と、うん、それから明治天皇の、 あの違う人間だっていう証言は、証言はいくつもあります。証言はいくつもあるんですよね。証言はねあるんですよ。で、睦仁親王っていうのは要するに女官の間で遊んでるような華奢な人間で、うん、で禁門の変っていうね、うん、あの薩摩藩とそれから長州藩がぶつかった、あいわゆる禁門の変、禁門の御門御ところでぶつかって大砲なんか、うん、砲弾が飛んできて爆発して、でそれでびっくりして睦仁親王が気を失ったとかね、うん、それから要するに華奢で病気がちで、全然男っぽいとかなかったという人間が突然ですね、180センチの江戸に行ったら相撲大好きなお兄さん、180センチぐらいの相撲が強くて、いわゆる周りの側近っていうのはみんな武士じゃない、相撲で武士を投げ飛ばしてると、それから馬を自由に扱うと、それから彼は左議長だった、左利きですね。で高貴な人間というのは左でも右にこうね強制的に直すとかね、直される、うん、ということで確実に別人だという証言もあった、うんうん、あと、うん、アーネスト佐藤が明治天皇に、謁見した時の文書があって、うんうん、それはすごいすだれかかったかなり遠いところで異様な姿だったと、うんうん、で化粧して、うん、おはぐろつけて、うん、そしてもごもご言ってて、うん、直接聞こえないと、うん、と側近の人間が聞いてそれをこっちに伝えると、うん、でおそらくね、なぜそうしたかっていうと、要するに顔を隠したっていうのね、うん、化粧によって、それから、うん、タブスの方言、うん、で京言葉じゃないわけな、だからそれが分かんないようにもごもご言って、それを側近が通訳するとこういう形ね。なるほど。アネスト佐藤が実際言ってた、うんうんうん、驚愕したって、うん、おはぐろ塗って、うん、厚化粧して、そして、もごもご言ってて、うん、直接聞こえなかったと。から3つ目の証言っていうのは、戊辰戦争の真っ只中で京都から江戸に行ってんだよね、うんうん、普通さ内戦が起こってて、自分の陣地だった京都からわざわざ敵地の中心の江戸に行かないよね、うんうん、なぜか俺は京都にいたら睦仁親王のことを知ってる側近がたくさんいるわけじゃないですか、さすがに隠しきれないから江戸に行って、誰も知らない人間が明治天皇だということで、彼は内戦の戊辰戦争の内戦の途中ですよ、1987年の6月ぐらいにもう行っちゃってるんだよ、普通ありえないよね、敵地のさ中心地の最高トップがすぐに逃げるように移動したっていう、だからそういうね、いくつかの状況証拠であって、確実に僕は睦仁親王が殺されて、まあ、あと田伏の人たちがそう思ってるってことですね。それは田伏の村から大室虎之助というのが明治天皇としてなったんだってことを田伏の人たち言ってるわけです、公言してるんですよ。それと鬼塚さんの本の中で、大室虎之助の孫かなんかが野菜を売りに来てたと、うんうんうん、柳石から、でうちのじいちゃんは天皇だ天皇だってマイクに言ってるっていうね、そういうで鬼塚さんはそのことを聞いてわざわざ証言者が確かめに行ってんだよね、うん、だから山崎さんの勉強会に来た人で言ってましたよね、自分が高校生の時に田伏村から来た人がいて、でその人が、うん、うちのその明治天皇っていうのはうちの村から出たんだって言ってて、でもみんなに信じてもらえずにバカにされてたっていうことを、で今でも運動会ではなんか天皇の席、大室天皇の席大室天皇の席があったからそういうふうに田伏の人たちはやっぱ不信じてるんだ、信じてるとか言ってるわけです、俺が天皇なんです、俺が天皇、それは信じてるというよりも事実だということで、だからこれだけの状況証拠が重なってるんで、
まあ、おそらく正しいんだろう。ご親戚ということで、あの佐藤栄作師匠とかにこう取り入って、あの師匠になった橋本龍太郎氏は、あの大室家の方の親戚ということで売り込んだみたいですよ。それで師匠までなったというふうに。それともう一つ、大日本帝国憲法がね、なぜあれほどいわゆる世俗的な権力全てを天皇に集中したと、そういうわけじゃなくて、生き神様として神にしちゃったと、うん、普通はいわゆるヨーロッパ的なあの君主っていうのは世俗的な権力を持っていると、そして神的な権力、権威、権力っていうのはあのいわゆる宗教のトップであるローマ法王が持ってて、2つが拮抗してたわけじゃないですか、うん、常に、うん、で日本の大日本帝国憲法っていうのはそれを一つにしちゃって、うん、一人の天生き神が全ての政府的な権力を持ってね、絶対的なこれ以上類のないほどの、つまり自分たちが権力持つっていうことなんですね。その大室天皇を作り出した、その大室トランス明治天皇を生き神にする法律を作り出すことによって、それはもう絶対不可侵だから、調べることも何もできない。そしてそれを管理する我々秘密結社だけが実上の神的存在になって、神聖不可侵なものだから、この秘密は絶対守られるっていうふうにしてしまった。なんかね、だから最大のいわゆる犯罪として天皇を2人も殺して、うん、そして、他のいわゆる田伏村の自分が目をかけてた大室トランス君に差し替えちゃったっていうさ、最大の歴史、日本世界史上でも最大のタブーであるものが絶対バレないようにするにはな、どうしたらいいかと、天皇を不可侵にして絶対褒めることもできない。だから書いてありますよ、批判することもできない。そのことについて戦前、うん、口にした人、口にすることは自分だけじゃなくて家族、そうだよ、編集者、出版社含めて全ての死を意味することだったんで、このことは言えなかったんだ。戦後にようやく芸能の自由が認められて、ちょろちょろということができるようになった。それでも今はタブーだもんね。まだタブーです。明治天皇がそのまさに究極 の、うん、タブー体系を作ったって、明治憲法を作ることで、長州のね、その自分、明治天皇自身がその押さえつけられた人たちがこう亡くなっていって、で自分は南朝の出身であると、本来北朝の天皇のはずなのに南朝の出身であるってことを言い出したけど、天皇が言われるんだからということで、学説の方もね、こう南朝説になっていくというところで、そういうことなんかでも不思議だし、もうさまざまなことが矛盾してたものが一つの線につながるっていうのは、そう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 、あの確かで、その憲法に関してなんですけど、大日本帝国憲法公開であります。伊藤博文が準備した明治22年発布の大日本帝国憲法は、実質的にはプロシアの学者、あのドイツですね、ドイツ帝国の学者グナイストの6ヶ月20回にわたる講義に基づいて起草されたものである、うん、このことは氷川新太法学博士が日本憲法とグナイスト講話などの著作に記述している、うん、大日本帝国憲法とともに皇室典範が公布された。ここに天皇は皇徳男子に限ると定めてあるところはプロシアの模倣をしたに過ぎない、うん、でさらに、日露戦争後明治天皇は英国国王からガーター勲章を授与され、ガーター騎士団の一員に任命されることになる、うん、ということで、まあガーター騎士団というのはあのイギリス国王を守るための騎士団なんですけど、そこに明治天皇および大正天皇、昭和天皇とずっと列席、ガーター騎士団のメンバーなわけですよ。だから、まあ、力関係で言えばそういうふうなものなのかなと思うんです。やっぱり伊藤博文らの秘密結社を支援するイギリス、だからガーター騎士団が与えられるっていうのは自然な流れですよ。
そこただその秘密結社の話で黒手組っていう名前は、はい、私今日初めて聞いたんですけど、はいはいはい、実際に黒手組が今でも暗躍してるっていう、まあ、要は公安とか CIA とかがもう事実上黒手組みたいなもんで、そうですね、政権に邪魔な人間たちをテロしたりクーデターを起こしたり、糸魚川の火災がありましたよね、中華料理店かなんかからこう火が出て、あの新潟県のあの火災の話の時にちょっと黒手組の話がちょっと出てくるような、まあ、要は秘密系情報機関というのは昔から当然あるわけですよね、うん、まあ、戦国時代で忍者があったし、で長州がそれはもう徹底してた情報機関ね、うん、でその情報機関の強力な長州藩のもとで作られたその秘密結社および情報機関というのは現代でもまあ脈々と、それは CIA だったり公安とかそういったものの中も含めて、来てますよって話だから、そういうのをその乗り越えて、いわゆる市民その社会を、市民による政治をその作り上げていける方向性をどこから私たちは自分の命を守りながらね、どこからこう考えていけばいいのかっていう、うん、そこはまさに解決策ですね、これから話すね。それは私はあの例えば個人でやると個人に全てを任せられるような仕組みになると、ケネディの暗殺みたいにその個人が殺されたら終わりなんですよ、そこで終わっちゃう。だからまさに諜報機関を持ってる人間からすれば、赤子の手をひねるようにね、殺したら終わりっていうことでできちゃうわけですよ。そうじゃない体制を作っていかなきゃいけない。じゃあどうすればいいかというと、市民が直接選挙で常に代表を選んでいく、司法も立法も行政も直接選んでいく、日銀総裁も NHK の公共放送の経営陣も直接選ぶというふうな形にすればですね、これは特定の人間を殺したら終わりっていうふうにはならない、システムがそうだから、常に国民が代表を選んでいける、直接です。そういうふうな仕組みにしない限り、この諜報機関の権力支配というのはなくならないです。だってある一部の人間を殺せば終わりになっちゃうんだったら、田中角栄を潰せば終わり、小沢一郎を潰せば終わり、ケネディを殺せば終わりっていうんだったら、これはずっと続くだけですよ、そういう暗殺部隊、諜報機関の、あの暗躍が。だからその暗殺部隊っていうののシステムはもう非常にここ何百年かおそらく世界中で活躍してて、うん、そうですね、いつかあのスーパーソルジャーであれが本物だったらすごいなっていうか、もう暗殺部隊自体がロスチャイルドの血筋が DNA が入った暗殺部隊だって自分たちが言っている人たちのビデオが実際に、うんうん、まあ配信されてるわけですよね、うんうん、ロスチャイルドの女性と一緒にちょうどあのプロジェクトキャメロット、キャメロットですか。ちょっと話をさ、あの元の今日のテーマに戻すと、要するに一つはその戦後のいわゆるかっこつき改憲勢力が、改憲の名のもとに、戻そうとしてる世界っていうのはまさに戦前の世界だ。大日本帝国憲法であり、大日本帝国の復活、そして、日本国憲法が保障している主権在民とか民主主義とか個人の基本的人権の尊重とか自由とか隣国との平和共存、そういうものを否定するものだと。まあ、あの一つその大日本帝国っていうのが、まあ、太田さんが言うのはあのイギリスの番犬だったっていうわけですよ、うん、じゃあ今の今後その大日本帝国を復活させるってアメリカの番犬としての日本でございます。そうです。日本が独自で独立してまさに自律的にやっていくっていう方向性ではなくて、うん、アメリカの番犬としての 大日本帝国を作る、まさに世界中をアメリカ軍と一緒に侵略をしていくっていうことにより、だから僕らがさ、処置しないといけないですね、タブセマフィアっていうその特徴っていうのは、一つはその当時明治維新の時はあのイギリス政府と、からイギリス政府を実質支配してた大英帝国と、それから金融支配してたロシアの国際金融マフィア、要するにあの外国勢力の手先として彼らの利益のために働く部隊であるってね、一つ。から二つ目がタブセというね、いわゆる朝鮮系の被差別部落民であったということが2つ目の特徴で、それは何かというと、例えばロスチャイルドのさ、
差別されてたわけじゃないですか、ユダヤ人として。ですから、ある国をですね、体制をひっくり返すためには必ずその体制から弾圧され差別されてる少数派を見つけて、少数派に軍事援助、財政援助、戦略指南して彼らに武装蜂起させて、クーデターを起こして体制変換させるっていうのがアメリカて、あ、イギリスの伝統的なやり方なんです。マイノリティ援助ですね。そうそうそう。だから例えばイラクでもフセインっていうのがマイノリティだったんだよね。彼はあのシーア派が 80% だけど、彼はあのスニ派でしたよね。スニ派でしたね。20%。だから 10% ぐらいですね、実際に。あとクルドがいたから。うん、だからイギリス、彼らにとっては、あの少数派で弾圧されてる部隊を見つけて、そして彼らに反政府運動をさせて、軍事援助、財政援助、戦略指南して、体制、転覆させると。言ってフセインの独裁体制ができたんだよね。それをまたひっくり返したんだけど、だ日本もタブセという村、あるいは日本全国にそういう被差別部落民の部落があるわけでしょ、でおそらく僕はアーネスト佐藤が中心になって調査したんですよ、全国を、被差別部落、それでどれを、いわゆる4つの反幕夕飯サッチョドヒ、で最初はいわゆる上級武士とか中級武士とか、等々の正規のいわゆるそれぞれの家臣が中心になって反幕やったけど、彼らはさ、徹底的に自分の命をかけてまで、反幕闘争には、命かけ、かけないんですよ、彼らはどっちかっていうと恵まれてるから、恵まれてる、体制の中で恵まれた地位を与えられてますから、で、結局夕飯の中でも下級武士、龍馬もそうです、下級武士が命を懸けると、それプラス被差別部落、民を見つけて彼らに武器財政援助すれば、もう自分の命かけても徹底的に戦うと、憎しみがあるからね、ということで僕は田伏、マフィアの特徴としては、差別され、マイノリティで差別され弾圧され、た少数派、だったと、この2つの特徴、外国の援助を受けて武装蜂起したのと、それから被差別の少数派だと、弾圧され、貧困の中でもう 何百年暮らしてたっていうね、だからものすごい憎しみがあるわけですよ、そのタブセマフィアの特徴というのはその2つだと思うね。これはだから今戦後も続いてて、戦後にその在日朝鮮の人にあのパチンコ利権とか与えたけども、あれは当然アメリカが与えてるわけですよね。でそこに警察が天下っていくっていう仕組みを作って権利を保護してるわけでしょ。でそのお金はずっと北朝鮮に流れてって原爆作ったりいろいろやってるんだけども、あの、まあ、そういう仕組みなわけですよ。であとは、まあ、そういうマイノリティのあの、利権を与えることによって多数を管理するっていうのは一つ当然のや支配式のやり方としても世界中でそれは大英帝国がやってるわけですよね。イギリス、あ、エジプトでもコプト教というね、キリスト、少数のキリスト教は大多数のイスラムをやっぱ管理する。あとルワンダの普通族と土族の対立、ベルギーが仕掛けて、その土族がわざわざさ、そうそう分けたんだよ、分けたんで、少数派があの管理するようにしたら、そこから憎しみが始まってるわけですよ。で、まあ言ったら悲惨なことになっちゃったんだけど、で、だから戦後のね、あともう一つはね、あのこれはマイノリティとは言えないんだけども、また違う観点でそのエリートによる管理っていうのがあって、それがいわゆる日銀の中にね、プリンスと言われるエリート派閥が作られて、で彼らだけに本当の経済学の仕組みを教えていく、信用創造に基づいた景気変動の仕組みを教えていくっていうやり方でのまた支配し管理のやり方もあるわけです。それも秘密結社ですよね。だからもう本当に個々の分野に秘密結社というものをこう作らせて、でこう指令を出して管理していく、まあスカル&ボーンズとかもそうです。ブッシュの彼らはエリートですよね。ブッシュたちは差別されてないエリート、エール大学のエリートの中でスカル&ボーンズという派閥を作って、でそこがまたケリーとかも含めて民主党の大統領にな
候補になったり政権中枢に人材を置くんだよね。だから決してあの、まあ、マイノリティっていうのは利用はものすごいされる、と同時にエリートもまた利用される。だから問題は秘密結社による管理、利権と秘密結社による管理っていうことがやっぱり一番問題だと思います。で戦後のね、政治、今の政治でも例えば大阪府のさ、うん、市長と府知事をした橋下徹、はい、彼はブラック出身じゃないですか、はい、から今の松井もそうなんですよ、うん、だから彼にとって被差別部落出身者っていうのはものすごい上昇志向があるんだよね、うん、上昇志向が強いという特徴があると、うん、それから目的のためにはさ命も懸けるっていうね、特徴を持ってるんで、現在でもいわゆる、日本の自民党の政治支配の中でもその被差別部落民の上昇志向なんかを利用して、彼らに権力を与えていくということも現在でも起こっているんです。で橋下徹に対して、佐野さんノンフィクション作家がさ、部落出身者だということで、文春かなんかでルポルタージュを第1弾書いて、うんものすごい批判されて潰されちゃったじゃないですか、うん、だから被差別部落、部落民ということを一つの権力批判としてさ取り上げること自体がタブー化されちゃってると、うん、いうことなんですよ、うん、今だから、まあ、部落解放同盟というのはね、うん、非常に悪い運動をたくさんやってきたっていうのは、うんこれいろいろ語られるところではありますよね。まあ、実際にだからこのブラック解放運動の中でもいろんな派閥があって、まあそのブラック解放同盟を批判する勢力もいるわけです。なので一概に全てが統一されてるわけではないんです、ね。だからまあちょっとそこは問題としてやっぱり秘密結社、利権と特定の利権団体に利権を与えて支配するという仕組みがいけないんだということなんですね。やっぱりそれはだからそれは差別されてる団体かされてない団体かある意味だから、まあ、差別されてない団体だっていっぱいいるわけですよ。利権を与えられてる、本当に一人一人がね、本当に一人一人がその能力を発揮できて、しかもその他の人から支配されないようなその心的構造がねもし持てれば、多くの人たちはかなりの力を持てるはずなんで、一番問題なのはその少数が多数を支配する仕組みが問題なんですよこれは、うん、でその例えば差別されている少数のマイノリティに権力を与えてしまうという仕組みが問題なんです。じゃあそれを、あと諜報機関もそうですね、少数の秘密結社が邪魔な人間を殺していくとか失脚させていくような問題がやっぱそこが問題なのであって、じゃあそれを解決するにはどうすればいいのか、少数による多数派支配っていうのを解決にはどうすればいいのかというと、直接民主制を拡大していくしかないんですよ。でそのね根底にあるのが天皇制でありね、三原淳子がね最近神武天皇以来のねその日本のその本来の伝統に基づいた憲法を作りたいというようなねなんか発言があったっていうのがねちょっとこうあったんですけど、うん、その天皇川池さんの長男のそのコメントとかも見てても一体化するんですよ、その天皇制の部分と、うん、一体化して自分の自我をそこに重ねちゃうんですよ、うん、だからそれは誰がいやそういう例えば籠池さんの息子さんの最近のね、はいはい、コメントとか聞いてて、もう彼は途中で変わりましたけどね、今安倍支持なんですか、そうそうそう安倍支持になったんですよ。それで NHK のNHK のほらここでもそこ貼ってありますけど、うん、彼とかと話した後なんか大きく変わって、彼も安倍晋三政府を今支持してますよね、はっきりとね。でそういうところにお金が流れてるのかどうかちょっとわからないけど、とにかく自分で考え自分の判断で、だから西洋的自我っていうのは日本人の場合は多くまだ育ってない状態ですから。西洋的自我って何ですか。自分の考え、それはキリスト教に基づいた考えってことですか。いやキリスト教から育ってきた
あのキリスト教を母体にした人たちがそこからあの神様から離れて、うんうん、自分自身の考えで実存的な考えを展開していったっていう意味で私は使ってますけれども、日本人の場合やはり最初から天皇制が入ってきたもうずっと前から、うん、朝鮮からの支配っていうのは日本人は何回も受けてるから、だからそこで天皇をね、まあちょっといいです、その辺それは多分最初の天皇制が入ってきた時からです。ああ、まあでも朝鮮からの支配ってその時まだ日本国なかったんですよ。だから日本人として今回日本人がないじゃないですかその時って。まだだから自分はどういう日本人になるかって考えたら、今の憲法のもとに基本的人権を認められて自分自身が考え判断していく人間になりたいと単純に思っているのが基本なんですけどね。あ、そうですか。だから自我を育てるには立脚するものが必要で、例えばエゴイズムに基づいた自我っていうのもたくさんあるわけですよね。いや、自分が一番だっていうところから発生するあの自我っていうのもあるし、だからど何に基づいた自我を形成していくかってすごい重要なんです。弱い、それが信仰に基づく、だまあ、だから宗教っていうのはそうですよ、ね、だからね、だから無責任なんですよ日本人は。あの天皇制を後ろにね、背後にねかざした日本人はね、何でも力得たような感じしてね、いろんなことやっちゃうんだけど、まあ、自分自身の責任がないんですよ。単純な問題として日本人の自我が弱いのは要は自己主張しないからです。自己主張する、自分の意見を述べるっていう機会はあんまないんで、そういう文化がないんで自我が弱いんですよ。やっぱ自分の意見述べる文化が大陸はあるでしょ。だからそうしたら自分の意見述べるんだから自我強くなりますよ、どんな自我であろうと。でもそれはまあ日本の伝統の文化みたいになってるけど、日本で空気が決まっていくの、自分の意見言わないで、あのやっぱなあなあで雰囲気で決めていくっていう文化があるから、その文化は私は否定したいですね。やっぱ自己主張していくしかないんだよ。そうですね、考えてることを言って。でもそれがいい時か悪い時かいろいろあるだろうけど、それはいや試行錯誤がまずは自己主張からしかできないんです。そうですね、まず人から批判されるにしても、うん、何を考えてるか分かんないまんまニコニコしてて、結局は腹の中では全然違うこと考えてるっていうのはやっぱりちょっとねどうかと思いますよね。話がずれてごめんなさい。いやでもそれはかなり日本人の本質っていうものを考えるで極めて今の話で重要だと思います、うん、日本人が自我が弱いの自己主張しない文化だからだっていうところにある。だから自己主張しないっていうことは、例えばその学校教育の中でも二方向じゃなくて一方通行なんですよね、うん、一方通行だから先生が言うこと、教科書に書いてあることを忠実に再現でき、メモリーが発達してる人がエリートになるわけでしょ。そして先生このこう書いてありますけど私はこう思いますと、ちょっと違うんじゃないですか、先生の言うこと間違ってんじゃないですか、言ったらお前は授業妨害するのかと出てけというふうになって、だから日本の教育っていうのは一方通行なんですね。でさっき言った根本ところをどっから変えるか。山崎さんなんかフランスにずっといたから、そうそうそう、かなりフランス人だから僕はね一番最初フランスの大学の外国人向けのフランス語講座に1年間通ったんですね、はい、各国から来るわけですよ、うん、ドイツとかスイスとかね、うん、そして、勉強っていうか文法上、フランス語の文法上は僕らの方がよっぽど勉強してるんだけど、うん、こう自由討論の中でフランス語を使って自由討論する中で全然ダメなのね、うん、ということは日本語でも自分の意見を分かりやすく理解してもらうための訓練を受けてないから、うん、一方的な教育しか受けてないから、うん、なんでね文法は俺の方がよく知ってるのに一言も喋れないとかね。で彼らは文法をろくに知らない、死にもしないけど、それなりにね単語を並べることができるそう。ということは、うん、文法の問題じゃなくて日頃のコミュニケーションの問題で、うん、二方向の中で自由に丁々発し、うん、意見交換してる土壌の中で育った人間と、一方通行で先生の言うことを、教科書書いてあることを、親の言うこと、うん、会社の社長が言うことをはいはいと聞いて、うん、自分の意見があっても、うん、押し殺してきた、うん、いわゆる環境との差だろう。そうですね。というのが分かったのよ。だから空気を読むっていう言葉は日本だね。そうそうそう。空気読めよって、お前空気 KY だな。
っていうのは、だって海外では空気流れ前に自己主張するのが当たり前だっていうことなんだ。だそれから僕は自己主張し始めた。まあそれフランス見たらそうなりますよね。だから家庭でもね、まあ僕はあの家族勉強会。だから山崎さんはこんなにすべきだと。日本人離れした自己主張を展開してるわけですね。そうそうそう。でまず第一は二方向でね。あの親だからとか父親だから母親だから偉いんだと、お前はまだね経験不足で物も知らないから黙って親の言うことを聞いてろっていうね、上からじゃなくて二方向で各自が平等であるという原則を家族会議の中で話し合って、僕は家族憲法っていうね、3人だったら3人、4人だったら4人で話し合ってさ、10項目でいいから家族、我が家の憲法っていうのを家族会議を開いて作ってもらいたいんでね。その第一っていうのは3人あの家族の全員は平等であると。まあ一つだからそういうね、まあ、日本文化の、まあ、弱いところ、まあ、島国だったんで同質性があって、基本的には相手が何考えてるか、言葉もあの生まれて育ってきた風土も同じだからなんとなく分かっちゃうっていう中でそういう文化が作られてきたわけだけど、まあ、大陸は当然何もかもが違う人間とコミュニケーションを取らなきゃいけないから自己主張するしかないっていう文化なわけですよね。でやっぱ日本の恐ろしいところはその、まあ、いいところでもあるんだけども、あまり語らなくても分かってしまう。空気を読むことによって成立してしまう、コミュニケーションある程度成立するというところがあって、逆にそれがやっぱりこう何も言わずにある方向に流れていってしまう、それに対してちょっと待てよっていう意見がほとんど言えない、そこが非常に怖いところだなと思うんです。だからこのね、あのまさに日本の闇タブーもまず明治憲法もそうですよね、それが通っていってしまう、それに対してものすごく反対運動というのがやはり起こらなかった、そこにやはり日本が日本文化のちょっと民主主義の課題がありますよね。だからさっきの続きで言うと、家族の間の憲法をね自分たちで作ると、あるいは企業でも社長がいわゆる企業の核みたいなことでやってんじゃない、そうじゃなくて従業員、全員参加してさ、我が会社の憲法を作りましょうと。その基本っていうのはやはりあの人間の尊厳だと思うんだよね、僕はね。人間の尊厳が最高の価値であるっていうことを基準にしてやると、そして、だからそういう例えば、部活、でも何とか部でも何とか部の憲法とね、あるいは学校でも等々で、生活レベルでそれぞれの共同体が独自の憲法を自分たちが作るっていうことがベースになって、それが大きく、その国の憲法に、日本人自身が日本国憲法をあまりよく理解していない最大の根本は、最高価値としている人間の尊厳を理解していないと。理解するように教わってないです。人間の尊厳って何か、それね、実は人間の尊厳と個人の尊厳という言葉によって、これごちいろいろとこう諸説入り乱れていて、ここもまた曖昧にされている部分があるんですよね。私はそれをちょっと整理して考えたんです。人間の尊厳っていうのは人間であるというだけで尊いという考え方、これはつまり人格とかそういったものとは無関係で尊い、人間であるというだけだから、どんな犯罪者でも権利は守らなきゃいけない、だから肉として食っていいとかね、そういうことは絶対しちゃダメ、どんな悪い人でも、どんな脳死状態のある人でも一定の権利が人間というだけで与えられる、これは人間の尊厳である。じゃあこういう発言の自由とかそういう選挙権とかそういったものっていうのは何なのかというと、これは個人の尊厳だ。個人の尊厳というのは人格の保障っていうことなんですよ。人格の保障っていうのは何か、人格って何か、これカントの哲学から来てるわけですよ。18世紀のドイツの哲学者、人格というのは何が人類にとって普遍的な善であるのかということを考えて、それに基づいて行動できる人間を人格っていうふうに言うんだ。つまり普遍的な善を考えて、自分だけの善じゃないですよ、普遍的な人類にとってこれはいいことだっていう善を考えて、それに基づいて行動する、意思を発揮できる
主体を人格というんだっていうことですよ、うん、では何が善でありあるのかっていうことを定義できる、うん、それを人格、その人格を保障するために、個人の尊厳の実現というのが目的として掲げられている、うん、だからこれは人間の尊厳と個人の尊厳というのはこういう意味によってはっきりと意味分けができるわけですよ。だから生命の尊重というのは前提にある。でそこから個人の尊厳という人格の憲法が最高価値に掲げているものがあって、そこから自由権や平等権や、様々な権利が発生してくるというのを教わってない。だから憲法そのもの、解釈そのものが非常に曖昧にされている。でそれは実はヨーロッパでもそうだし、アメリカでもそうだ。だからなかなか民主主義がうまくいかないということなんです。でも我々は資本主義をよく理解できてこなかったと同じように、民主主義もよく理解できるように教わってこなかったんだろうと。今日のお話の中でいろいろな、ね、トップをその直接投票で決めていくっていうことがすごく重要なんだっていう点はすごくね、はい、大切だと思うんですね。秘密結社と諜報機関の支配を打破するにはそれしかない。そうだから、そういうことをより具体的に私たちの毎日のそのいろんな行動レベルで、様々なね、今インターネットを使った投票とか、うん、署名活動って結構ありますよね、うん、だから安田純平さんの時に、まあ、インターネット使ってはダメだと思うんですけど、国の場合は、うん、あそうですね、うん、でも本当に3日間で2700の署名とね、うん、あれが集まったんですよね、うん、日本政府は何とかしろっていう、うん、だからそれだけのそのみんなの持っている意見をねこう引き出していくようなさまざまな行動が必要だろうと思いますね、うん、ドイツの基本法の第一条が、人間の尊厳は不可侵であり不可侵であり最高価値であるっていうのを言ってるんだよね、うんうん、で次にその人間の尊厳を守ることは国家権力の義務であるって書いてあるんだよ、うんうんうん、すごい分かりやすいじゃない、うんうん、その人間の尊厳っていうのはドイツではどう規定してるのかっていうことですか。具体的には規定してないんだけど、うんうん、でも憲法第20条ではドイツ連邦は連邦制で民主的な連邦国家であると、うんうん、そしてその民主的な法治主義をないがしろにする、うん、あるいは破壊する、うんものが登場した場合、うん、他に手段がなければそれを実力で、うん排除する権利、うん、抵抗権、うん、革命権、うんを認める、うん、憲法第2条の第4項で、うん、書いたんですね。革命抵抗権を認めてる、認めてる、うんうん、でしかも1条と第20条は憲法改正できない、うん、永久条項として規定されてるんですよ。だから安倍晋三みたいに気に食わないから勝手に変えちゃおうということは、日本国憲法も永久不可侵とするって書いてありますよね。この価値を永久不可侵、全文でしょ、うん、どこでした、全文では永久不可侵、これ永久の権利として現在より将来の国民に与えられるってことですね。永久の権利として、で11条ね、基本的人権ですね、うんうん、だから与えられるって言うんだけど、それじゃあ誰が与えるのかという規定もないし、それからまず第一に国家権力がね、その永久権利として国民に付与したものを守る義務があるというのをまず最初に掲げないといけないわけじゃないですか。それをなんか国民の永久の不断の努力によるというふうに第12条にすり替えちゃってんだよね、これ、うんうん、国民の不断の努力によってこれは保持しなければならないと、うんうん、その前にやることあるんだろうと、国家権力がこの日本国憲法を尊重し、遵守する義務があるっていうのは、うん、第99条に書いたんだけど、うん、罰則規定がないから、うん、誰も守んないっていうね、うん、ここですよ。なんで99条に行っちゃうのと、1条に持ってくべきな、1条に天皇条項入っちゃってるから99条に行っちゃってるわけですよ。だからやはりそこのところも改憲が逆に必要なんですよ、ね、まあ日本国憲法は完璧なものでも何でもないんで、やっぱ直すべきだから絶対にも護憲だっていうよりも、どんな
会見が来ても、うんうんうん、私たちはよく考えて自分たちの判断に基づいて、うんうん、日本国憲法を、まあ、基本のね考え方を守っていきますという、うんうん、そういうようなスローガンにしてほしいなと思うんですよ。護憲の方やっぱりね、いわゆる護憲の人たちもより良い憲法像というものをやっぱ出していく方が建設的だなと思います、ね。そうそうそう、うん、だから安倍自民のはここはダメですよと。ここはね、で日本国憲法は完璧なものだっていう意見が多いんだけども、あの護憲派の人のたちは、まあそうじゃなくて、これをここを直しましょうっていうところをやっぱ提案をしていった方が、あの逆に会見派の人たちがそっちに流れてくる可能性があるんですよね。より良いものを作っていく。そう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 、向こうがだってある意味矛盾をついてきてるわけでしょ。自衛隊を認めてないじゃないかと、こんな活躍してるのにおかしいだろうって言って、じゃあ悪い方向に変えようっていう利用されちゃってるわけだから、やっぱり矛盾とは向き合わなきゃダメですよ、憲法のね、うん、だから僕が言ってるのは、日本国憲法はね、表向きは非常に5つの立法の基本理念あるけど、でもその中にその基本理念を破壊するような時限装置を非常に巧妙に仕掛けたと、その最大のものが天皇制であり、そして2つ目がいわゆる議員内閣制というね、衆議院の過半数を持った政党が同時に、内閣の長になるわけでしょ、うん、そして憲法第6条では天皇の名において内閣総理大臣が最高裁の長官を任命できるっていうさ、うん、そうするともうすでに三権が独裁的な、うん、議員内閣制にの最大の欠点というのはそういうことなんですよ。さらにその議員が小選挙区制という非常に不平等な選挙制で選ばれるっていうことですね、うん、だからそこさえ握ってしまえばもう政治司法全部握れちゃうよっていう、うん、それでそういう状況が今すでに起こってるという、あと供託金ですね、だから供託金とかさまざまなことによってもう国会が国会を支配できるように、彼の力で支配できるようにできてるってことです。だ憲法第41条で国会は最高の国権の最高機関であるという規定に従えば、一番上に国会があって、その下に内閣があって、その下に最高裁があるという縦系列なんですよね。と本来だったらそれじゃあ最高の国権である国会の下にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が勝手に上位にある国会を解散なんかできこないわけじゃないですか。それを内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っているという大嘘をついて、ずっと戦後自分たちに有利な時を狙って、野党が分裂しているとか金がないとか等々の足元を見て解散して総選挙すれば勝つのは当たり前じゃない。だから自民党政権が戦後の日本の政治をほぼ独占してきた理由っていうのは、最大の理由はその憲法違反の大嘘をついて自分たちの都合のいい時に衆議院を解散して、総選挙して、ありとあらゆる利権特権を、あるいは組織選挙を利用して、あるいは権力を利用して警察とか検察とかさ裁判所を利用してやれば勝つの、誰がどんなバカなさ首相でもさ勝つの当たり前でしょ。それとそれから後半のね、41条の後半の国会は唯一の国の唯一の立法機関であるっていう、ということは国会が立法権を持ってて内閣にあるのの内閣は立法権はないってことなんですよ、うん、でもほとんどの日本の法律は内閣が起案し閣議決定して国会に提案して強行成立させてきたと、うん、それ自体も憲法違反で大嘘なんですよね、うん、でそのことが曲がり通ってるのは何かというと、本来の意味の憲法の番人がいないからですよ。最高裁が憲法の番人の機能を一切果たしないと、歴代自民党政権の憲法違反、憲法無視、憲法破壊を黙認し容認し、それに加担してきたのが日本の最高裁ですよ。まあ砂川裁判でもう日米安保に関しては司法は判断しませんというね、そうこれはもう米国の安保条約が日本の憲法の上にあるということを認めてしまっている、まあ、それは政治が介入したからそうなるわけだけども、結局そういう司法体系、民主的な司法になってないんで、
司法が国民のために機能しないんですよ。だから権力犯罪って野放しになるし、こういう問題だって追及されないしね。なのでやっぱ司法を国民の手に手に入れるにはですね、これは有史以来一度もないんですけど、司法が国民の手に渡ったことは一度もないんだけども、それを実現するには最高裁判官を直接選挙制で選ぶしかないんですよ。でもそれで解決するんですよ、逆に言ったら。それとそれから韓国とほとんど日本とアメリカとイギリスにはない、他のいわゆる民主国家には憲法裁判所、憲法の番人である憲法裁判所を作るってことですよ。ただ憲法裁判所だからしっかり選挙で選ぶことですね。そうそうそう、だ司法の長を直接選挙で選ぶってことと、それから憲法裁判所を創設すると、それぐらい司法って大事ですね。なんでその権力犯罪を取り締まるには司法が国民の側に立たなきゃ絶対無理なんです。無理なんですよ。だって権力犯罪っていうのは行政や立法が行うことなんだから、それに対して取り締まるには司法がそれを取り締まらない限り絶対できないことですね。それを取り締まるには司法が独立してなきゃいけなくて、かつしっかりと日銀総裁のように独立していても秘密結社とつながっているようでは全然国民のための政策をしないわけですよ。だから直接選ぶ、国民が選ぶようにするしかないってことですね。だから韓国のそのパククネ前大統領の国家権力犯罪があれほどまでね摘発して彼女の大統領職権を剥奪して、今は裁判で25年の判決が出たでしょ。でそこまでできたのはなぜかというと憲法裁判所があったからです。憲法裁判所がなければ、日本みたいに最高裁、韓国に最高裁しかなければ、最高裁の長官っていうのがパククネが指名したんだから、たとえ国会がね多数でパククネの弾劾訴追決議をしたとしても、最高裁は、韓国の最高裁はそれは違憲であるという判断をしたはずなんですよ。それを許さないで、その上にある憲法裁判所がこれは合憲であると。その憲法裁判所は誰が選んでるんですか？憲法裁判所は3つ、大統領、それから国会、それから最高裁、で、あれだけのね、マスコミ、韓国の民衆、野党等々がパククネの権力犯罪を弾劾すべきだっていう世論があったから、まあ、最高憲法裁判所の判事も、そうそうそう、本来はそうなんです。でもそこまでできた理由ってのはそこだってことですね。そうそう、憲法裁判所があったから。そうそう、でアメリカ、日本にもないし、だから日本がこれほどね無法国家になって、権力犯罪者がもう野放つやりたいことじゃない。日本が無法国家なのは、一般の犯罪が野放しにされてるんじゃなくて、一般の犯罪しっかり取り締まられるんだけど、権力犯罪が野放しになる。権力犯罪が野放しになる。そういう意味で無法国家です、ね、でその最大の理由が憲法の番人である憲法裁判所がないってね、韓国は民衆の力で勝ち取ったんですよ。でアメリカも同じでないんですよ。その最大の弊害が今の、昨日もなんか10人テキサスで銃乱射で殺されたでしょ、高校生が。あれですよ、あれは1900ブッシュが最後の2期目の最後の2008年かな、7月にブッシュが最後っぺんみたいな形で、9人の最高裁判事の中の5人が保守派なんですよね。ブッシュとかブッシュの親父とかさ、歴代のあれが任命した最高裁判。もうあと10分で終わるんで、最後まとめのあれで、はいはい、だから、連邦裁判所、憲法裁判所がないことが致命的だっていうのが今アメリカがまさにそうで、個人のいわゆる武器の所有、所持を認めちゃってるという、あれ自体がでっち上げなんですよ。5人賛成して4人が反対したと、でも通っちゃったね。だからブッシュの時にやったんですよ。それがずっと今みたいにこう国民自体が殺し合いをしている状況になっちゃって、誰も出口が見えないと、こういうことの最大の原因は憲法裁判所がないからですよ。だから日本と同じなんですよ。
じゃあ最後に、はい、あのまとめでまず安澤さんから、まとめで、まあ、結局ですね、その、今のね体制、まあ、ずっとその、江戸時代からですねずっと続いてきたんですね、経営の中でね、やっぱりなかなかその日本では、その構造自体を変えることはできないと、うん、まあ、その中で特に、憲法っていうね一番大きな構造をね変えられないというところですね、そこら辺はやっぱりその大きな仕組みの変化、例えば憲法裁判所とかですね、そういったものを設立だとか大きなその変更は必要なんですけども、ただ今の状態ではですね、例えば自民党がそういったことをどうわけがないということにですね、どうしようもならない状態なんですよね、政権交代するしかないで、でまあ、政権交代といっても本当に、じゃあ今のですね現状で、ね、例えば野党についてもですね、本当にややふやな、ね、状態でしか合成しないような野党しかないという状態で、本当に、できるのかと、毎回選挙のたびにですね、野党と市民団体がね、合同して、大団結して変えようとかですね、そういった一斉ということは言うんですが、毎回失敗してるんですよね。うん、やっぱりそういったことで、確かにその次回のですね、次期のこういった選挙とか、そういうところにですね、変えるというのも大事ですけども、それとは違ってまたその一般の方の市民ですね、一般の庶民市民が地方政治代国政代ですね、もっと参加できて、でそういったもの、そういった被災者の意見が通るという社会にですね、やっぱり早くしなきゃダメだなという、まあそのためにはやっぱりちょっと今までと違ったアプローチといいますかね、例えば、ヨーロッパの方でもですね、その直接民主主義の団体がですね、相当な勢力を持ってきていると、いったことをですね、うん、やっぱり日本でも起こさなきゃダメだなと、うん、そういうことを強く感じました。あの、今日のかぶせシステムとか、はいはい、秘密結社についてはどう思いますか。で、まあ、あの、非常にその今のね、その学会のその、状況ではそういったことは全然語られないと、うん、教科書でもしてないというところで本当にやめたと思うんですが、うん、ただ、そういったものの、認識はね大事だと思うんですが、認識をすることによってじゃあ、それで、現在のね、その政権構造が変わってくるかってそうじゃないと思うんですよ、うん、やっぱりそういったものの認識ってのは認識大切ですけども、うん、やっぱりそれとは別にね、そのやっぱり市民によるですね、そういった体制の、その、体制のその、まあ、どっと言ってておかしいですけどね、市民革命みたいなものがやっぱり起こらないとですね、どうしようになったのかなと思いました。殺されてたら怒りようがないですよね。殺されてたら怒りようがないですよね。ああ、でも確かにそういった上の方はね、そうも知りませんけども。石井さんとか殺されましたよね。いっぱいの、それはもう本当の代議員の一部でしょ。だから本当にもう私たち庶民、市民がね、本当にその意見を出すなり、そういった代表者を選ぶなりすればですね、あの政権も変わってくると思いますけどね。まあ、ちょっと今日の話はかなりいろんな点で、拡散 しすぎた感じがするんですけど、僕はまあ、今回のそのかっこつき改憲勢力がもう具体的な目標としているような国会の発議を得て国民投票で賛成 50% 以上を持つということを前提に彼らは総力を挙げて安倍晋三をトップにですね、うん、日本会議とかいわゆる戦前から明治維新以降ずっと脈々と連なってきた利権特権を享受してきた連中が最終的な決戦に乗り出してきると、うん、でそういう動きの前でですね、まだまだそのいわゆる戦後の民主主義勢力、反戦平和勢力、護憲勢力の力は弱いなという感じがするんですね。で、それじゃどうしたらいいかというと、まあ、結論的には今回のかっこつき改憲勢力に対抗する意味でのいわゆる我々自身が日本国の市民憲法を作るんだと、現在の大日本帝国憲法の流れを組んだ日本国憲法のいわゆる、正体をちゃんと確認して、まあ、私の言ってる立派な憲法理念を破壊するような自爆装置を取り外して、
で日本国憲法に書かれてない条項も含んだ日本国市民革命市民憲法っていうのを我々自身が作る必要があると。その第一として、自分の家族あるいは小さな共同体、仲間内で、家族憲法とかね、なんとか憲法とか会社憲法とかというのを実践的に作っていくと、そういう実践的な経験が最終的に日本国市民憲法に結集するということだと思うんですね。はい、はい、今日のまあ話でね思ったのは、その、まあ、改憲勢力の背後にいるのは、これはアメリカが作り出してきた勝共連合とか日本会議とか、まあその安倍首相の、まあ、そのおじいさんのね、岸信介さん首相、元首相が、まあ、CIA とつながっていて、でその流れの中でやはり来ている。でさらにもっと前には元田臥のところですね、あの明治維新の時にイギリスが絡んで、そこで秘密結社が作られて、その流れからずっと始まってきている外国勢力の介入と秘密結社による日本の政治経済の管理、それはずっと来ている。そこにやはり今の日本の闇と世界の闇がある。そこを捉えた上でですね、じゃあどうしようかっていうことを考えていかなきゃいけないですね。その時に秘密結社や軍事諜報機関や一部のお金持ちたちが力を持つ社会、今までそうでしたけども、をじゃあどうやって打破していくことができるかというと、やはりこれは直接民主制を導入して、まさにマイノリティによるマジョリティ支配、少数派による多数派支配を打破する仕組みを作っていかないと、ずっと今後も少数派による多数派支配が続けられてしまう。その少数派というのは、まあいろんな少数派がいますけども、少数がやはり多数を支配するとおかしいんです。やはり多数が物事を決定していく、最大多数の最大幸福っていうのはまさに民主主義の基本ですけども、それを実現、もちろん少数の権利は侵害されちゃいけないんで、少数の権利を保障する形での最大多数の最大幸福というのを実現していく。それをじゃあその理論の土台になっているのは何かというと、やはり個人の尊厳の実現、少数も迫害せずに多数によって決められていく個人の尊厳の実現ですよね、に基づいた民主主義。いや、個人の尊厳の実現というのは何かというと、まさにカントの哲学の人格の原理に基づいた立法体系なんです。でさらにそこに人間の尊厳という、人間という存在だけで存在は尊いというね、人間の尊厳というのが概念がある、まあ、この憲法の大枠、現在の憲法の大枠というのをやはり理解していく必要があって、そこから正しい政治制度、正しい司法制度というものをやはり作っていく必要があるだろうなと思います。以上です。まず私は自分が3人娘を育てたという経験から言って、今日放送をお聞きになった女性の皆さんたちに、まず安心して子供を産んで育てて、その子供たちが命を全うして、そして障害があってもどんな状況でも豊かに自分の力を伸ばしていけるような社会を作っていくことは、女性として命を次に伝えていくときに、まず自分たちが置かれている状況ですね。必ずしも男性と対等に全てがやっていける時代ではまだまだないところもあると思うんですけれども、まずは自分たちがしっかりと子育てをやって、そして次の社会を作っていくのも、参加していくのも自分たちが頑張っていかなきゃいけないということは、女性としてぜひもう一度考えてみたいと思います。かつて軍国の母になってしまったようなことを繰り返さないようにしなければいけないということがすごく大事。それであと自民党の改憲草案だと基本的人権が抹消されて、前と同じような天皇制っていうのが出てきます。でそこをクリアしていくとどうすればいいのか、
で、そこがあの、まあ、市民憲法そのものがそのまま認められるというよりも天皇上皇をもう一度考え直してトップに基本的人権を人間の尊厳を持ってくるようなそういう面での憲法改正を提案していきたいなと思いました。閲覧31名様計129名様、はい、コメント66件とでコメントたくさんいただいたんですけど、これからコメントもいろいろすごいね、全部紹介した方がいいですよね。全部読めないんで、はい、で来週の私のあの毎日の放送の中で、はい、皆さんのコメントを読み上げたいということで、はい、今日は114分42秒ですね、はい、ということで、2時間、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、どうもありがとうございました。放送終わりです。